ここみ衝撃写真に6万いいね、20ア後の変顔ショットに、やばい、笑った。俳優の木村拓哉さんと、歌手の工藤静香さんの長女で、モデルで、フルート奏者のココミさんが、2021年12月15日、変顔写真をインスタグラムで公開した。 顔が映ってたこと忘れた。ココミさんは投稿で、自身がアンバサダーを務めるブランド、ディオールの撮影をしていたと報告。主服やバッグを披露し、皆様に早くお見せしたいですと、あどけない笑顔を披露した。投稿には、複数の写真や動画が添えられており、ヘアメイク担当者と楽しげに、写真を撮るショットや、髪を整えている最中の動画など、楽屋の様子のほか、太陽に当たってた髪が、好みの色でしたと、美しいブラウンヘアを映した一枚も公開している。公開された写真の中には、髪を必死に太陽に当てようとして、 写真を撮り顔が写ってたこと忘れた写真ですと説明されたものも下アングルから撮影した自身の二重アゴが惜しげもなく写っている写真だこの投稿には16日10時30分現在で6万件を超えるいいねが寄せられたほかツイッターには「やばいここみちゃんのインスタ見て笑ったここちゃんはやっぱり愉快だな」といった称賛が相次いでいる。